温かい心まで送っていただいて、命を救えたなと。まあ、今は物をいただく生活はほとんどなくなりましたが、でもやっぱり相変わらず皆様からいただいてます。それは何かというと、皆様はこうやって、まあ、今日はそんなバスのご案内なんですけども、早速ホテルから少し南側に下がってまいりました。ここは戸倉地区、戸倉半島という半島の部分です。まあ、皆様ご存知の通り、この地域は三陸沿岸は岩手県からずっと半島がいくつもいくつも縦に連なる癒やし海岸でございます。この町も北と南に半島があります。それに囲まれるように目の前の志津川湾ありますので、とても穏やかで優しい海、私もいつも持ち歩いておりますが、青い海と青い空が一面に広がる、まあ、今日も本当に晴れてよかったなと思いますが、そしてやっぱり自慢はこの海から上がる気温でなります。やっぱり皆様に見ていただいて今回は良かったなと思いますが、ただこの手に持っている日のでは最近のものではありません。いつのかというと2011年3月12日の日の出になります。あの災害なんてまるで夢みたいに良かったかのように思えるような、本当に綺麗で優しくあったかい日の出でした。でも間違いなくこの瞬間には家も人も物も、そして私たちの心も全て奪われていった、あの巨大な地震と大きな本当に恐ろしい真っ黒い津波でした。まずはですね、この地区の戸倉中学校という場所をご案内することになります。実は右側にもモアイ像も見えているそんな場所なんですけども、ここはこの地区の戸倉中学校という学校でした。まあ、皆様今モアイ像も見えましたが、この町は実はモアイ像ととても深いつながりがあります。1960年のチリ地震津波、あの当時この町は41名犠牲になりました。日本で当時一番亡くなった町です。あの時は140名ぐらい亡くなったんですね。そのうちの約3分の1がこの町でした。ですから何も東日本大震災が初めてではありません。昔からやっぱりこの地域は地震と津波の歴史の繰り返しでした。この語り部バスは語り部バスだけじゃなくて、ちゃんと長い名前がついてます。震災を風化させないための語り部バス、思いそのままにつけてます題名を。ただ風化はどうしてもしていきます。だって人は忘れる生き物ですから。でも風化させたくない。でもやっぱり今時間経って初めて分かります。風化はしていくんですけども、風化させたくない以上に思うことがあります。なかったことにしたくない。何も見えなければ知らなければなかったことにされるんじゃないかなって。災害が今には見えません。もう今復興に向かって一歩一歩進んでいる状況の中で、なかなか災害があったようには思えません。単なる工事現場か野原にしか見えない。でもそこで思うのは、やっぱりなかったことにされるのはしんどいなと。じゃあ今バスが止まっている場所、この場所は右側に小学校があった場所です。なかったことにしちゃダメなんですね。この小学校がありました。戸倉小学校と言います。真っ白い校舎、綺麗ですね。そして校舎も綺麗でしたが、体育館も立派でした。古かったので、田舎の学校なんでとても古い体育館でした。建て替えました。完成したのが2011年3月1日でした。その真新しい体育館が卒業式も行われることなく、全て津波によって破壊されたのがあの日でした。もちろん鉄筋の校舎ですから当時は残ってました。直後はこの姿は残っていて、バスを止めただけで私が何も言わなくても、あ、これ学校あったんですねって皆さんに知っていただいたんですが、今は何もわからない。皆様がこの土の山にいくらここに学校あったんですかって聞いても何も答えてくれない。やっぱり人が言葉として伝えることは時間が経てば経つほど大事だなと。もちろん直後も大事でしたが、今はもっと大事だなって思ってます。だからこそ戸倉小学校のことをもっと伝えていきたいです。この学校はあの当日学校の屋上に逃げることなく、実は今見えているあの高台がある家に向かってみんなに逃げて助かってます。その行動ができたのは2日前に大きな地震があったことをきっかけに、学校の先生方が避難場所をあそこにしようって3月9日の地震の後の職員会議を開いて決めて、そして決めただけでなく3月10日に避難訓練をしたから、
11日はみんなで逃げて助かっています。もし職員会議で先生方決めてなければ屋上に逃げたかもしれません。屋上でも助かったかもしれません。でも学校の先生方はそれ以上のことを考えました。屋上でもし助かったとしてもそこでずっと孤立してしまったら校長先生どうするんですかと、子どもたち守れますかと、そこまで考えてやっぱり高台にしましょうということで決めました。もしこの言葉がなければ全滅だったかもしれません。この地域にはずっと昔から津波てんてんこといって、津波の時には高台へ、家族であっても天然バラバラに逃げなさいと。てんてんこというのは天文バラバラという方言です。それは自分も自分の命を守りなさいという教えです。ただちょっとやっぱり伝え方間違ったり意味を間違うと大変なことがあります。だって家族でもバラバラに逃げるというのは聞き方によっては残酷に聞こえますから。でもそうじゃないんです。逆です。家族だから信頼し合ってるからバラバラに逃げてでも自分の命を守って、そしてみんなで命を守れたらやり直しましょうって、まあ、全滅を防ぐ教えでもあります。やっぱり全滅するんですね。昔から伝わるものをちゃんと伝えていかないと。今皆さん目の前に高野会館という建物が見えています。皆さん見上げると相当高い建物ですが、ここ町の結婚式場でした。唯一ここが残っています。この辺りには本当は警察署も消防署もショッピングセンターも病院も普通の町があった場所です。皆さん見上げるように高い建物です。首が痛くなるような高さです。でもこの建物を見るとやっぱり実感できます。屋上が津波の線です。この建物、これが屋上の写真です。屋上前に波が入っています。でももう波の高さを測る建物はもうないんですね。唯一ここです。だからここに来ると皆様にやっぱり伝えることができます。この場所は今一般車両は入れません。工事がこのようにもう真っ最中でここは入れません。語り部のバスだから入れるこの場所はやっぱり皆様に見ていただいて本当に良かったなと思いますが、もう一つ伝えたいことがあります。ここの屋上で327名助かってます。プラス2つ329の命が助かってます。人以外にプラス2ワンちゃんでした。329の命が助かった高野会館、なんでそんなに多くの人がいたか。あの日偶然ですが年に1回だけやっていた町の高齢者の方の芸能発表会の日でした。みんな楽しみにしてくる大会なんですね。みんな張り切ってきます。でも午前中から始まったその大会は2時46分の地震発生時にはもう閉会式も終わって帰るとこでした。もう帰ろうとしました。そこでの地震でした。でも皆さん普通地震が起きたら当然皆様でも多分身を守ります。で身を守って、まあ当然立ってられない地震ですから、でもちょっと収まった時に考えることなんですね。ここ以外に避難所に逃げるのが普通の行動、もしくは家に帰る。私も帰りたかったです。ホテルにいましたけども、やっぱり家族が一番心配ですから、あの瞬間に思うのは帰りたかったです。でも帰れませんでした。あのやっぱり住民の方も逃げてくる、お客様も守る、私たちはホテルの人間の仕事ですから、それはやっぱりできないことでした。ここも同じでした。高野会館の従業員は実はここの方々を守るために返しませんでした。ここの従業員の中に自衛戦争の経験者がいて、地震の起こった後に屋上に上がって海を見てました。3月9日の地震では海の変化はありませんでした。でも11日の地震の後海が下がりました。引き波でした。昔から地震の時には聞いてたんですよ。私たち地震の時には海の水が全部引いていた。魚が打ち上がってそこの魚を取りに行った人がやってきた波にさらわれた。海の底なんて普段見えないからって思ってました。でもこれが3月11日のホテルの目の前の、普段海の場所が全部海底の岩だらけになった引き波の写真です。引いたんですね。すごい、やっぱり地球が動いたんですね、あの時。まあ地球にとってはくしゃみだったかもしれませんが、でもその海の変化を見てた従業員は津波来るぞって、2日前には来なかったけど今日は来るぞ、だからダメだ返しちゃってですね、止めたんです。返しちゃダメです、ここに残ってくださいって、行きたかったら残れっていうことで
皆さん屋上へ屋上へ上がってくださいということで誘導して助けてます。風化をやっぱりしてます。その中でやっぱり曲がって伝えてほしくない、正しいことをそのまま伝え続けていく。災害のことももちろん伝えたいんですけど、私たちがやっぱり一番今伝えたいのは命を守ることであり、守り続けること、ごく当たり前のことかもしれませんが、それがやっぱりできないことがただただあります。じゃあどうすればいいか、伝え続けることだと思います。人が言葉として、少し足元も気をつけて歩いていただきまして、はい、向こうまで歩きますのでよろしくお願いします。初めてバスから降りて分かることなんですが、ここにこの方の家の方の表札があります。家の表札があるんですね、そこに家だったんですよって。本当、皆さんこの左側もたくさんの岩があって、これ津波で流されてきた岩じゃありません。もともとここにあって、ここは四季の歌せせらぎ公園という公園です。四季の歌の碑があり、石碑があります。だここはもともと公園です。だ本当にこう町にあるような当たり前のものがたくさんやっぱりあったということだと思います。はい、じゃあ皆さんちょっと眩しいので、こちらを正面にしますので、私を囲むように、はい、集まっていただいて、写真が見える範囲内でお集まりいただければなと思います。じゃあ皆さん今立っている場所、こんな町でした。これが志津川の町並みです。こんなに綺麗でした。でもあの日の景色は空から見ればもう真っ白でした。もう完全に雪でした。何もかも建物がなくなっていて、で防災対策所舎今見えてます。まあ皆様テレビで多分一番見てると思いますが、まあもともと防災対策所舎って赤い鉄骨じゃないんですね。当たり前ですけど、普通の役場の庁舎です。真っ白い普通の建物です。屋上に50名以上いました。43名流されました。一本大きいアンテナが立ってます。あのアンテナを見るとやっぱりこの場所に立った皆様だからこそ津波の高さがはっきり実感できます。あのアンテナ写真に写ってます。どれかっていうとこれです。この小さく写ってるこの黒いこれが今見てるアンテナです。屋上まで12メートルありますが完全に飲み込まれてます。だからやっぱりここに立つと普通なら助かるだろうって思うかもしれませんが、ダメでした。やっぱり私たちが伝えたいのは失ってはいけない思い、非常にやっぱり辛い場所です。この場所も43名流されてます。私の同級生も流されてます。これ屋上です。だからあのアンテナに集まってます。アンテナに集まってます。最後、辛いという気持ち以上に行きたかったんだっていう思いを私たち残った人間が大切に守っていくんだっていう方が強いです。私たちが残った人間がこの思いをなかったことにしたらやっぱり消えてしまいます。消えてはいけない思いだと思います。このことをやっぱり私たちは伝えていくんだなと思います。だから一日一日、もちろん皆様に災害に遭ってほしくない、ずっと遭ってほしくない、そんな一日一日です。これからもただやっぱりやってきます。でも大切な命だけは守る。もう一つ言えます。自分の命を守ってこそ愛する人を守れる。だって自分が犠牲になったらもう二度と守れませんから、やっぱり自分の命は必ず守るんだっていう気持ちがどんな方でも持っていただけたらなっていうのが今一番願っていることでもあります。その思いがやっぱり強くやるこの場所かなと。防災対策庁舎だけでは
なくて町全体に向かって手を合わせていたことによってやっぱり早く帰ってくるような気がして、そしてやっぱり皆さんは気づくんですよね。手を合わせると皆さんも手もあったかいんです。手はあったかいんです。当たり前かもしれません。でも普段やっぱり手眺めてあったかいっていう人いないですから。でもこのあったかさは当たり前かも思うかもしれませんが、あの時は全然一つもありませんでした。冷たい手ばっかりで、やっぱり人探す時にですね、やっぱりどうしても見るんです。避難所行って家族いなければ、町中探し回っていなければ、どうしても安置所行くんです。携帯電話つながりませんから。家族はそこにいなくてもやっぱり知ってる人はいます。手を握りました。温まりませんでした。二度と。当たり前かもしれませんが、でもこの当たり前のあったかさを守るっていうのはやっぱり皆様ならできると思います。この景色を見た皆様なら絶対できると思います。私住んでた場所、今左側の半分防波堤が飛んでいるあの場所です。あの場所に本当はこの住宅がありました。今はありません。ここも屋上まで行きました。でもこの建物はやっぱりいろんなことを教えてくれました。屋上で助かった人います。避難ビルでした。でもう一つ、48家族住んでました。誰も亡くなってません。海のそばだからです。海のそばだからみんな逃げてます。逆にあの時海から離れていてここまで来ないだろう、絶対来るわけない、ここまで来れば安心だ、それは確かに大事なことかもしれませんが、でも津波てんでんこはより高台へ逃げなさいと教えてくれます。過去はここだったけどより高台へ逃げなさいって教えてるのが津波てんでんこです。だからやっぱり私たちもそうであるように、皆様が帰ったら自分の地域で伝えていくこと、 100% 備えはできなくても 100% に近づけるのは絶対できます。とにかく生き残り、生き残ったら生き延びる、生き延びて元の生活に戻る、3つの言葉、私も三重大学の先生に教わったからこの言葉があるんですけども、でもやっぱりできるはずです。自分の命は自分で守り、そして一番愛する人を守ることができる、そんな皆様だと思います。まあこのバスはゴールではありません。スタートです。そしてこのバスはいろんなきっかけを作ってくれます。皆様が聞いてみて感じたことが伝われば、またこの町にたくさんの人が来るきっかけになります。被災地は危ない場所ではありません。やっぱり皆様が一番大切なことを感じる、そんな場所だと思います。もっともっと広がっていけばいいなと思います。だからやっぱり伝え続けたいと思います。